さんこんにちは。はじめまして。私は山形大学医学部看護学科の松田由美と申します。今日は皆様に山形大学医学部看護学科の入学試験の現状についてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは看護学科の入学試験の現状について説明いたします。こちらは本学看護学科のアドミッションポリシーです。看護学科ではこのような入学者を求めております。人々の健康と福祉に強い関心を持ち、科学的に追求する姿勢と持続的な、学習意欲を持つ人、心身ともに健康で誠実で高い倫理観を持つ人、他人への思いやりと円滑な人間関係を形成できるコミュニケーション能力を持つ人、看護職として保健、医療、福祉に貢献することへの強い意志を持つ人ということで、これらは本学の教育理念に基づいて定められております。続いて令和6年度看護学科の入学試験についてです。学校推薦型選抜、前期日程、後期日程に関してスライドの通りになります。募集人員は学校推薦型選抜が20名、一般選抜前期日程が35名、一般選抜後期日程が5名です。次に過去5年間の志願倍率について説明します。赤い線が学校推薦型選抜で、平成31年令和元年度から 3.2 倍、3.3 倍、2.9 倍、3.0 倍、3.4 倍となっております。おおむね3倍前後の倍率となっております。前期日程は青い線で、平成31年令和元年度から 3.4 倍、 2.7 倍、 2.3 倍、 2.2 倍、 2.9 倍となっており、年度によってばらつきはありますが、5年間を平均すると 2.5 倍となっています。後期日程は緑色の線になります。後期日程はこれも年度によってばらつきはありますが、5年間を平均しますと 16.5 倍となっております。こちらは過去5年間における入学者の男女の内訳です。男子学生は2名から5名と例年少ない状況になっておりますが、入学者は非常に熱心に頑張っております。続いて入学試験の内容について説明いたします。まず学校推薦型選抜についてです。出願資格、出願要件は次の通りです。高等学校または中等教育学校を、令和6年3月卒業見込みのもので、次の要件をすべて満たすもので、学校長が責任を持って推薦できるものとされております。1、人物学力ともに優秀で看護学の勉学を強く希望し、将来看護の実践指導に関わることを決意しているもの。次の教科科目を履修したもの、または、履修見込みのもの。数学については数学1、数学2、数学 A、数学 B のうち2科目以上、理数科にあっては理数数学1および理数数学2になります。理科については物理基礎、化学基礎、生物基礎のうち2科目以上、理数科にあっては理数物理、理数化学および理数生物のうち2科目以上。3、令和6年度大学入学共通テスト、本学が指定した科目、教科、科目を受験すること。4、合格した者は看護学科に入学することを確約できるものとなっております。
なお、この学校推薦型選抜は1校からの推薦人数に制限はありません。ついで学校推薦型選抜の判定方法について説明します。大学入学共通テストの成績、面接、推薦書、志望理由書と面接の結果を総合的に判断します。大学入学共通テスト利用科目、利用教科科目はスライドの通りです。5教科6科目または5教科7科目になります。大学入学共通テストでは、高等学校卒業レベルの基礎学力を、面接では看護職としての適性を総合的に評価します。詳細は、令和5年7月中旬に公表される予定の入学選抜要項、あるいは、学校推薦型選抜学生募集要項について必ずご確認ください。次に一般選抜前期日程及び後期日程について説明いたします。両日程とも大学入学共通テストの利用科目、教科科目は先ほどお示ししました学校推薦型選抜2と同じ扱いになります。従いまして、学校推薦型選抜2との併願が可能になります。配点は、スライドにある通りです。国語200点、地歴公民100点、数学200点、理科100点、外国語200点の計800点です。なお、外国語で英語を選択された方はリーディング100点、リスニング100点となります。前期日程の個別学力テスト、個別学力検査等は外国語200点で、コミュニケーション英語1、2、3および英語表現1を指定科目としています。なお、前期日程において面接は総合判定の資料とし、得点化はしておりません。後期日程は大学入学共通テストに加えて面接試験を実施します。面接試験の配点は100点、大学入学共通テストとの合計で900点になります。大学入学共通テストにおける理科の選択について説明します。理科の科目の選択方法は2パターンのうちどちらかになります。1つ目は物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎のいわゆる基礎を付した科目から2科目を選択するパターン、もう1つは物理、化学、生物、地学のいわゆる基礎を付していない科目の中から1科目を選択するパターンです。従いまして、理系、文系を問わず、いずれの科目、いずれのコースでもコースの生徒さんも受験できるといった特徴があります。なお、基礎を付していない科目を2科目選択された場合は地歴公民も同様になりますが、最後に回答した科目を第一回答科目とし、その第一回答科目の成績を使います。また基礎を付していない科目2科目と基礎を付した科目1科目それぞれ受験をされた場合は、基礎を付した科目2科目の合計と基礎を付していない科目の得点を比較し、高得点の成績を用います。最後に、合格発表の日程を示しますのでご覧ください。学校推薦型選抜令和6年2月9日前期日程の合格発表は令和6年3月6日後期日程の合格発表は令和6年3月20日となっております。
以上が、現在お伝えできる入学試験の説明になります。なお入学試験の内容については、各入学試験の最新の学生募集要項を必ずご確認いただければと思います。以上で看護学科における入学試験の現状についての説明を終わります。受験生の皆さん、来年4月ここ看護学科で皆様にお会いできることを心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。